雇用保険とか税金についてのお話です。会社から離職票を受け取ったら住所地を管轄する職業安定所に休職の申し込みをします。しばらくは休職しないということであれば、受給延長の申請をしておきます。受給する場合、雇用保険の受給説明会に4週間に1回、認定日には出席しましょう。年金と失業給付を同時に受給することができませんので、雇用保険が優先されます。その時には年金は後から支給されます。それから住民税についてですが、通知書が送られてきたら納付で納付してください。退職日の翌年3月には確定申告も必要になりますので、そのことを教えてあげてください。一言コメント。退職後はご自身で手続きをしなければなりませんので、忘れないようにしてくださいね。本日はここまで。